皆さんおはようございます。でもこんばんはなのかなよくわかんないですけど、今4時少し前なんですけどね、まあ、ちょっとね中途半端な時間に目が覚めちゃって、実は昨日の夜ね、とある方からね、あるものをいただきましてね、それめっちゃめっちゃ美味しかったんですよ。いや手作りなんですけど、あのねロールキャベツ、ほんの少し頂戴したんですけどね、いや美味しかったんですよ。もうね、私もまあ50何年生きてきてね、正直ねそこそこいいもの食べてきましたよ。あの広宮って聞きたいな、皇族の方がね食べられる同じ料理を食べたこともあるんですよ。でまあとにかくまあそこそこの私もね食道楽はしてきたつもりなんですけど、昨日の夜食べたロールキャベツはねめっちゃめっちゃ美味しかったですよ。温め直しなんですけど、それでもねもうなんか美味しくてね、それと缶ビール1本で昨日の私の夕食だったんですけど、もう幸せでね、それ食べ終わった後ここに横になったらもうそのまま寝ちゃいました。で目が覚めたのが2時くらいかな、まあ、その後起きてるんですけどね。いやーやっぱりねこう生きてて美味しいものがね食べられるっていうのは本当幸せですよね。それでね、実は昨日ちょっと動画上げれなかったのはね、バタバタ忙しかったんですよね昨日。でとある方がね訪ねてくださいましてね、私のところを、あのこれ私の BMW の7シリーズのねお友達なんですけど、実は3年前にね一回ね亡くなられた方なんですよ。こんな言い方するとご本人が見ておられたら怒られますけど、要はねもう腸管破裂されたのかな、要はだからもう大出血されて内臓でね、でもうそのまま心肺停止になって、それがもう数分間っていうか、まあ、10分くらい10何分って言ったかな、だからもう要するに心肺停止が結構な時間続いちゃって、ただねたまたま運が良くてね、ものすごく設備のいい病院でね、大病院なんですけどね、大病院に入院されてて、たまたまその日前の日からそこでそういう風になったから、普通これが家だったりね自宅、例えば私がここね、ここだったら私はもう今そういう同じようになったらもう私は死んじゃってるんですね。でもその方はすごいラッキーで、そういう大病院の施設のいいところでそういう風になったんで、もう集中治療室にでも3ヶ月間くらいおられてね、3ヶ月間は面会禁止だったみたいですよ。でねもうね今ね一人でねもうちゃんと生活っていうか全て身の回りのこともできる、だから結局心肺停止が長い時間続いたから、まあはっきり言ってね結構機能障害が残られてるんですよね。で私が初めてね、お見舞いに行った時もねやっと面会できるようになって、もう全く何喋ってるんだか分かんなかったですよね、まあ、今も言語障害は残られてますけど、それでも意思の疎通はできるんですよね。で自分で歩けて自分で外出もできて、とうとうねその方、教職についておられるんですね、先生なんですけど、もうね、教職にも復帰されてます。別に誰かのね介護とかも必要ないんですよね、そこまで復帰されて、で昨日は会いに来てくださってね、うれしかったですよね。だからね皆さんね、生きてることの素晴らしさっていうのはね、やっぱりねもう一回考えてほしいなってね思いますね。もう生きてることだけでね素晴らしいんですよ、そのお金があるとかないとかね、もうそんなことじゃないんですよね。で生きててね美味しいものが、だから昨日その方がねパスタ食べたいっていうんでね、まあ、海沿いのねパスタのレストランまで一緒にお連れしてね、一緒にパスタ昼食食べたんですけど、いやね生きてるってことは素晴らしいことなんですよ。それだけで私は、もう何もね、まあそれで唯一ね、まだ昨日お酒我慢しましたけどね、ビール飲めればね、もう波の音聞きながらビール飲めるだけでね、別に贅沢なねものはいらないんですよね。昨日のだから夜私がねいただいたロールキャベツなんて、別にどっかすごいレストランで買ったものじゃない、まあ手作りなんですけどね、とある方が作ってくださって、ちょっとお裾分けくださったんですけどね、いや幸せでしたね。本当美味しいものを食べてね、もう生きてるっていうことだけで、まあ今日はねちょっと、そんな話でね、取り留めがなくなっちゃったんですけど、またこのことについてはねまた日を改めてお話したいと思います。はい、今日はそんな話でしたそれでは皆さん、チャオ。でいつもこうやって撮ってるんですよね。
で、こうやって動画を上げてます。今日、お越しくださったのはですね、ロロサブさんなんでサングラスかけるのか。やつびいて、けられたら、ちょっと困るかなと思って。YouTube 乗っけられたら困るから、ね、顔出し NG ってことで。いやロロサブさんはね、一時生死の境をね、さまよわれたんですよね。命からがら生還されて今ここまで機能回復されまして、今高校で先生をされております、今日ねで、ご一緒に運転してくださったのがお名前何でしたっけ。市村さん、今タクシーをね、乗務されて、お仕事されてて、タクシードライバー、はい、BME の38、7シリーズですね、トランスポーターですね、今日はこのお二人が遊びに来てくれました。じゃあそういうことで。